重大バッテリーという形でスタートをしました。
なかなか面白い展開になりましたけれども、実際マスクかぶってみていかがでしたか。もう一つ上の清水さんがすごくイニング間もコミュニケーションを取ってくれて、すごく楽な状態になれたので、清水さんのおかげです。ただまあ、状況をもつれた中で1点差、今度はバットについて伺いましょう。打った瞬間どうでした。入るかなというのがすごく一番最初の気持ちなんですけど、その前の打席で凡退してたので、なんとか気持ちで落ちてよかったです。かなり強いボールを打ったと思うんですが、手に残った感触はいかがでした。すごく気持ちよかったです。さあ、そして18歳のニューカマンに伺いましょう。ここから見える景色はいかがですか。すごくたくさんの方々の前で野球することができて、すごく幸せです。今日のボール赤崎に送りたいと思います。さあ、いい仕事ができて、明日はオールスターブレイク前最後のゲームということで、おそらく全員揃って、総力戦の展開も考えられると思います。明日のゲームに向かっても一言お願いします。自分がどんな状況にあろうと元気を出してやることは同じなので、精一杯頑張りたいと思います。そしてファンの皆さん、プロですから、皆さんにも一言お願いします。明日からも元気を出して頑張ります。応援よろしくお願いします。